来なさい。ほい、来たお客さん。三成様から預かった沢山の城をかけて、俺と一丁勝負と行こうぜ。でもそうだな、普通に金をかけてもつまんねえし、ここは一つ別のもんで行くとしましょうか。俺は犯に張った。さあさあ、体力振っておくんな。もっと叫んでください。金吾さんを狙ってくれますよ。あたりまったあっちゃー。そちらさんの勝ちだ。持ってけ泥棒。おお、お体に力がみなぎっているようですぞ。次もこの調子で参りましょう。動けない。なんて、なさけることはありません。ち、違うよ、そこは間違いつくね。ガクガクブルブルブル。二番長だ。豆腐も博打も蝶に限るってね。ああ、あんたのやる気バシッと張ってもらおうじゃねえの。いかにも愚かな楽観よ。問題ねえ。こんなとこでうちらが負けるわけやねえ。浄土は心地よきところです。恐れずにお行きなさい。さんの勝ち。やるねえ、あんた。やばいぞ、佐藤。なんだか敵さん、ますますやる気が出てきてないか。おい、雲を形出すようにか。悪い夢だ。三番勝負だ。を譲って俺は、もしあんたが負けたら守りは忘れて突っ走るってのはどうかな。大きな緩い絵を見た。危険を見間違いであろう。種銭は十分。今夜の勝負だけは絶対負けねえ。やったな、サコ。相手の守りが一気に崩れたぞ。うそーよ、俺ってば突きまくりっしょ。この場こそが日の本一の戦線やもしれませんな。立ち残り方も知らない人とは話したくないよ。これは恥じるばかり。なぜだ、なぜ俺はこんなにも無敵。俺は無敵の名を得かれつぐ主人公。見たか、次の勝負ちっとばかしでっかく張るぜ。ここで勝ったら力が倍ってのはどう。やりすぎ。決めた。ちょうどいいの超デッドだ。
ちょっとペンタイ様、佐藤君誰かと遊んでるよ。そのようですね。はい、どちらさまでしょう。いい女はね、残酷なものなの。なんと凄まじいの一言ですな。こちらは問題なし。他に回るといたしましょう。みなぎる攻めの力で一気加勢といきましょうぞ。左近くん、実はここ一番に弱かったりして。ほーら盛り上がってきたっしょ。5番勝負、残りも少ねえし、ここでドーンと気合い入れてこうぜ。はい、いや、やっちょ、超に発作。わらわを楽しませなさい。この柔ほどを傷つけるの。みんなが怒り狂うわね。この程度で悔しがるの。残念だったわね。来て、ヤタのカラスの鳴き声を。我らも一撃。ここまで来て負けるとは、気合が抜けてしまいますか。お次のロッツ。わらわを楽しませなさい。ここは業務さんの客人2人がお相手だ。ちょっと、どうして僕が。こっちに決めないで。あの方にとってみれば、賞も投票も大差あるまい。鏡表に明日の光。時間ね。ちょっと少し緩みすぎていたのやもしれませんね。いじめてほしいなら素直にそう言えばいい。になったってだけの話っしょ。またお会いしましょう。おそらくは表側で。好き嫌いがなくても強くなれない。僕が証拠だよ。全部耳で、目が覚めたら温かい鍋をしてるんだ。まずいぞ左近、兵糧用の金子を持ってかれた。ちょっとあんたらひどすぎじゃねえ。そんじゃば、次はいよいよ。よし、ここまでのあんたの負け分、
きっちりといただいてから勝負といこうぜ。島の左近に過ぎたるものが2つあり、三成様と任せてくれたこの城だ。熱い熱いぜ、ヒリヒリつな鉄火場での土壇場、博打はこうでなきゃな。あんたもパッと使っちまいなよ、命ってやつをさ。ここであったが百発勝負。そんなに見たいの？わらわを楽しませなさい。さあさあ、はったはった。来なさい。そう簡単には勝ちはくれてやんねえし。合格よ。どうよこの身のこなし、余裕でおひねり取れるっしょ。ヤタのカラスの鳴き声よ。あまりはしゃぎすぎると子供っぽくてよ。お色直しの時間よ。ここであったが百発勝負。そちらさんの調子どう？ついてる？このまま三成様の城を巻き上げられちゃマジでシャレになんねえっての。念のために言っておくけど、わらわは長政より強くてあ、姉上晴れるとこまで晴る。つうわけで手は緩めねえぜ。わらわを楽しませなさい。勝ったり負けたりまた勝ったり、戦ってのはそういうもんでしょ。わらわの無能は決まるためにあるんじゃないの。屈服させるため。だあ負けた。次だ次、次は絶対負けねえ。もっと近くに。よく見てて。もっと近くに。あなたをめでて舞い踊ろうかとも思ったけどやっぱりやめそう。だってあなたじゃ満足できないもの。